ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車が BMW M3 コンペティション MX ドライブツーリング、こちらの車両をご紹介させていただきます。長すぎて言えません。何を？いや、正確に言おうと思って。そうね、はい、正式名称が BMW M3 コンペティション MX ドライブツーリングということで、はいはい、で皆さんもご存知のところだと思うんですけど、初ですか M3 でツーリング、要はワゴン。ワゴン初じゃないですか。ですよね、はい、今までなんかコンセプトで出すかもなんて言ってちょっと出てきたりとか、まあ、あとはプライベーターの方がなんか自分で作っちゃったりなんていうケースはあったらしいんですけど、メーカーとして M3 のツーリングワゴンが出たのが今回が初ということで、だ結構待ってましたっていう人も多いみたいですね。あ、そうなんですか。みたいですよ、はい、というわけでこんな車を今回ご紹介させていただきます、はい、でまず車がこれ出たばっかりなんですよね。出たばっかりですね。日本はなんと今年の1月に、はい、発売になったばっかりということで、ばっかりで、はい、もううちに並んじゃうんですね。そうですね、これお話、まあ、これも今回ね買取をさせていただいたお車になるんですけど、まあ、お問い合わせいただいた時ちょっとこう来たなと思いましたね。なかなか出てこないですよね。出てこないですね。出てこないですし、やっぱり新車の納期も今年の生産枠もないので。あ、そういうことないですか。ないです、はい、だから今頼んでも来年となりますので。僕の知ってる方でも納車待ってる方がいらっしゃるぐらいなので、はい、まあ、非常に貴重な車になってくるかな、はい、そして今回ボディカラーがだいぶいいと思うんです、はい、割とこうグレー系ってこう少し人気落ち着いてきたかなっていう感じしません、うんうん、はいはい、時こうグレー系のボディカラーすごくなんか人気加熱してたじゃないですか、うんうん、あ、加熱がちょっと落ち着いてきた感じ、ね、ナルドグレーとかクレヨンとか、はい、ちょっと落ち着いてきたかなっていう感じしますけど、うんうん、その中でも BMW のこのブルックリングレー、はい、これだいぶいいですね。そうですね、だから BMW ってあんまグレーのイメージがそんななくないですか。そうっすよね、あんまり僕の中でもないんですけど、ね、はい、意外に似合うという、うん、意外に似合いますね、はい、そしてあとはこの何といってもエクステリアじゃないですか、はい、小島さんどうですか、正直にいきましょう。はい、もう見慣れました私。あ、本当ですか。はい、僕もうちょっとです。あ、そうですか、はい、意外にもう受け入れ体制抜群ですね。ただ写真とか動画よりかもう実写全然かっこいいっすよね、うん、そうですね、それは言えます、はい、写真とかよりかも実写見るとも全然、はい、なかなか実写見たことないっていう方も結構少ないんじゃないかなと思いますけど、街中走ってるんだって見ます？あんまり見かけないですけどね、まだあんまりね見ないですね、はい、うん、なんですけども絶対もう実写を見ていただいた方がいいかなと、うん、はい、というわけでこんな感じのエクステリア。そしてあと50周年のこのエンブレムが漏れなくなんですか、はい、これはちょっとどうなんですか、うん、このエンブレムはねこれ好みあるんじゃないですか。これ結構言ってる方多いですね。そうですね、僕は…点々点ですね、はい、一部の車種一瞬だけついてたとかだったらあれなんですけど、はい、最近みんなこれついてるじゃないですか。そうですね、なんかちょっと特別感薄まっちゃったなみたいな。余っちゃってんじゃないの。そうなんですかね、作りすぎちゃったんで多分、なんでこんな仕様になってる、うん、はい、であとは今回M3 のカタログ見直したんですけど、はい、オプション以外にあるんですね。オプションありますね、はい、大きいところでいくとエクステリアのカーボンパッケージ、はい、今回の車はついてないってことなんですけど、はい、なんかついてるとこの辺のデザインも変わるんですよね。そうですね、変わってきますね。なんでこんな感じの前回りになってる、はい、だいぶ攻撃的ですね。攻撃的だよね、これやっぱり本当にね実車見るとすごい攻撃的だよね、うん、でもこの世代からなんかそのデザインコンセプトをガラッと変えたみたいですね。そうですね、今までのからもうここの、うん、もう世代がまるで違う車になってるということで、うん、もうボンネットだってバンパーとかに繋がってますからね、デザインが。そうですね、こんな感じになる。だからやっぱり本当 M っていうのがやっぱ出るじゃないですか。あ、そうですね、だからそこをやっぱり押し出してるのがいいんじゃないですか、はい、こんな感じのエクステリアになっております、はい、そして早速横に回ってきてもいいでしょうか、はい、ご覧ください、このツーリングのシルエット、だいぶ良くないですか。そうですね、そして前にちょっと戻ってきまして、ここも一言申し上げてよろしいでしょうか、はい、車高高すぎじゃないですか。あ、まあね、びっくり車高なんですけど、まあ、ツーリングですから。あ、そういうことなんですか。そうです、いや、そういうことじゃないです、はい、ちょっと純正車高高すぎるかなって気がするんですけど、これ馴染んだらもうちょっと上がるんですかね。うちの仕事を残してくれてるんですよ。あ、本当ですか。そうですよ、はい、BMW って歴代こうリアのフェンダーちっちゃいじゃないですか、うん、リアの隙間気にならないんですけど、うんうん、前が結構車高が高いということで、うん、ただ乗り味だったりはめちゃくちゃいいらしいですよ、はい、走りの走りはね、なんかやっぱりレビュー、でもツーリングのレビューって多分見たことないですよね。海外で結構してますね。海外だけで日本はほぼないですね。ないですよね、うん、なんで今回ちょっと乗れるんですよね。距離数あれだけ乗っちゃいましょうか。ありがとうございます。ちょっとだけね、というわけで試乗もお届けしますので、はい、海外レビュー見ると足がとにかくめちゃくちゃいいらしいんですよ、はい、なんでちょっとそういうのを見ちゃうと、うん、これむやみやたらいじるのもどうかなと思いますけど、うん、まあ、ビジュアル的には個人的にはもうちょっと下げたいかなと、うん、そしてホイールは単造のこの19インチ、うん、前後異形ですよね、はい、
フロント19のこの後紹介しますけどリアは20インチということで、はい、この単動ホイール、オプションでデザインもありますけども、うん、まあ、一番スタンダードなデザインで真っ黒黒のタイプですよね、うん、こちらが装着されている。ブレーキの方も当然、はい、M のキックブレーキがついているということで、はい、ちなみにフロントは380倍、はい、こちらになっております。そしてあとは空力なんかフロントここから抜けるダクトがついてたりとか、ただいろんなところでレビューしてますけどこの横のこのサイドギル、こっちはダミーっぽいですね、うん、ここね、そうです、ここですね、まあ、この辺はデザインということで、うん、そしてあとは定番のこの M の形のミラーとか、あとこの大型のサイドスカートとか、あとはルーフレールが日本仕様全部標準装備みたいな、はいはい、こんな感じに。あとセダンと違うところとしては、カーボンルーフの設定がないということ で、はい、ないです、漏れなく黒になる、はい、ただボディから黒を選ぶとそのメタリックの方のボディ同色の方の黒になる、はい、というわけでこんな感じの。でも元から屋根黒よりだいぶ黒ないですか。まあね、いいですよね、うん、なんかめちゃくちゃ低くも見えるし、うん、見えますね、ベーシーな感じもする、はい、あとはこの辺の黒でまとめられて非常に引き締まった感じ。あともう一個いいですか、はい、今回あの M3 なんかその希少車だとかなんかいい車だとか言っておきながらちょっとダメ出しょいんじゃねえかって言われちゃいそうですけど、うん、これリアのこれ、うん、これ僕も別の動画見て、はい、海外のレビューしてる人の動画見て気づいたんですけど、うん、これドア自体はセダンと共通じゃないか説があるんですね。あるんです。それ部品番号調べますか。じゃあ僕が調べた限りだと一緒なんですよね、うん、あーパーツの品番が。あ、そうなんだ。で当然 M3 なんでワイドになってるんですけど、うん、どうもここ、うん、クォーターだけでワイドにしてんじゃないかっていう。あ、歴代の M3 とかって、うん、基本的にこうドアごとこうワイドになってたじゃないですか、うんうん、こうそれが現行の G 型に関してはここだけでワイドになってるんじゃないかっていう、うん、ただパーツ品番一緒なの僕調べなんで、うんうん、これ詳しい方いらっしゃったら教えていただきたい。いやいや僕調べで合ってんじゃないの。おそらく、うん、ただネットのそのパーツカタログなんでそれ合ってるかどうかわかんないです、うん、あの正規のやつを見たわけじゃない、うんうん、というわけでここだから若干言う人が言うとコストダウンじゃないかっていう、うん、はい、まあいいんじゃないのでもだいぶパワフルっすよねリアの。でもこっから見ると、うん、多分これスペーサーで出したらめちゃめちゃかっこよくないですか。そうですね。あとはこのセダンベースのプレスラインっていうのはめちゃくちゃいいと思うんですよ、うん、あの M4 と M3 でプレスライン全然違うの知ってます、うんうんうん、これ違いますね、はい、あのセダンって基本的に全部前から後ろまでこのプレスラインがつながってるんですよ、うんうん、でクーペになるとプレスラインが3本になってるんですよね、はい、こことこことあと前だから統一感ないんですけど、うん、やっぱりワゴンこう後ろまでつながるデザインなんでこのセダンから踏襲されたこの1本のプレスラインっていうのがだいぶ効いてるから、うん、そしてリア、リアは結構車高ちょうどよく見えます。そしてリアは1インチ大きくなって20インチ 10.5 ですね 10.5J のホイールになると。でブレーキもほぼフロントとサイズ変わらない370倍ということで非常に大型のブレーキがリアにも備わっております。あ、これセンターキャップもあれなんですよね。全部50周年の50って感じ。全部そうなんですよ。なるほど、こんな感じになってる。ここちょっとね変えたい。そうですね、もうちょっと普通にしたいです。ちょっとね、はい、ホイールがかっこいいんだけど、まあまあ確かに真っ黒いです。文句ばっかり言ってるんですよ今回ね。そうですね、怒られちゃいます、ね、怒られちゃいます、はい、これ走りですから。でも走り、そう走りね、うん、続いて後ろに回ってきまして、まあ、基本的にツーリングが M3 化されてるということで、うん、まあ、そんなに特段新しいことはないんですけど、はい、まあ、このリアのスポイラーが追加されてたりとか、うん、はい、リアバンパーが M 化されてたりとか、はい、マフラーが M 化されてたりとか、はい、でも普通じゃないワゴンな感じがして。そうですね、すごくいいですよね、はい、なんかもう思いっきり RS4 アバントにぶつけてきてるんですね。そうですね、みたいです。ただボディサイズもちょっとだけこっちの方が大きいんですよね、うん、でなんか走りの方もやっぱり RS4 アバントってどっちにしてもこう安定、うん、安心な方らしいんですけど、うん、やっぱり M なんてかなり走っても楽しい、うん、楽しい。サーキットにもそのまま行ける、うん、で日常の足としても使える車になってるらしいです、うん、だこのラインで言ったら C63 ワゴンと RS4 とRS4 アバント、アバントと M3 とって感じになってますね。だから53系が全部、うん、はい、強烈ワゴンが揃ったっていうことですね。こんな感じになってます、うん、当然マフラーはバルブ付きのこちらのタイプ、はい、そしてトランクチェックの前に、はい、これ BM ここ開くんですよね。そこはね、はい、まあ、これも BM ならではめちゃくちゃいいですよね、はい、ならではですね。これ全てのワゴンにこの機構を採用してほしい、はい、思いません。そうね、これめちゃくちゃ便利なんですよ、うん、
でちなみに今カメラを持ってるカメラマンも、うん、あの前方ですけど、前々方ですけど、うん、サンノツーリング持ってるんですよ、うん、いやめちゃくちゃ便利なんですよ、便利、ね、同じこと言ってました、うん、というわけでここだけ、はい、そしてトランクの方が標準この状態で500リットルでシートも倒せるようになってて、これシートは424ですかね、はい、倒せるようになってて、シート全部倒すと1510リッターということで、はい、じゃあ続いて小島チェックを、はい、どうでしょう。あギリ、まあ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 って感じ、まあまあまあ、そこえぐってあるん で、 そうです、ね、まあ、クラブ刺してカバーがついてもまあいけるかなって感じ、ね、はい、こっちまで持ってくれば絶対大丈夫ですよ、ね、そうですね、はい、これでいけますね、はい、これでいけば、うん、あとはシートが倒せるんで、はい、シート倒してみましょうか。ただシートがこれ後ろから倒せないんですよね。そこはね、パワーにするんであれば、うん、この辺にレバー欲しかったなって思いません？パワーテールゲートつけるんだったら、うん、この辺にレバー欲しかったなってちょっと思ってしまいました。まあいいんじゃないの、そこで倒す人はそんなにいないもんだよ。そうですね、そうですね。いや車が良すぎて、うん、なんかいろいろ期待しちゃうんですよ。そうけど比重的にはその便利機能どうこうよりかもう走りですもんね、うん、そうそう、はい、走りです。というわけでこんな感じのトランクになってます。そしてこれ下にも少しだけスペースがあって、はい、こんな感じであれですかね、このカバー的なのをしまっておける感じと、ね、はい、あと奥側に少しこっちもスペースがあってこんな感じで、はい、エマージェンシーキットですかね、はい、パンク修理キットか、はい、こんな感じでしまえるようになっています。ワゴンやっぱいいですよね。いいですね。あの日本ってちょっとこのワゴンのなんか人気ってそんなでもないじゃないですか、はい、うん、これドイツ行くとすごいんですよね。台数が多い、めちゃくちゃ多いです、はい、ついあの先週ドイツ行かせていただいたんですけど、ドイツ帰り、はい、ちょっとかぶれてるんですけど、かぶれて行かせていただいたんですけど、はい、ドイツって日本で言ったらミニバンが全部ワゴンなんですよ、うん、ワゴン、もう高速道路とか走ってもうワゴン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 、ワゴンですか、はい、じゃあその辺から来てるワゴンなんで、うん、ワゴンがもう主流な感じで、そうですね、もう荷物運ぶとか、うん、それオールマイティに使う車って言ったら、うん、ミニバンよりかもワゴンという感じなんで、うんうん、そこで鍛えられた車がまあ間違いないんじゃないかな。そうですね、だから輸入車でミニバンってそんなないですもんね。ないですもんね、うん、はい、だから実際ドイツ行ってもあんまり走ってないんですよミニバンって、うん、まあ、一部ワーゲンとか、はいはい、まあ、ベンツ V クラスとかあるんですけど、うんうん、あんまり走ってないんですよ。そうですね、だからワゴンこの辺がだいぶいいんじゃないかなと、うん、はい、続いて内装を見てみたいと思います。内装の方が基本的に右ハンドルのみの設定ということで、そうですね、ワゴンってあの BMW ってどの、まあ、5もそうですよね、ツーリング全部右だけですよね。というわけでこちらの車も漏れなく右ハンドルということで、はい、そして内装の方がキャラメオレンジレザーメリノで、これオレンジ色のレザーでも2種類あってフルレザーと、はい、まあ、標準のレザーということで、まあ、見分けるポイントとしてはこのドアのセンターの部分、ここまで同色のレザーになるのがフルレザーです、うん、で今回は標準のタイプなんで、まあ、こちらのタイプになっている。ただご覧ください、なんとオプションのバケットシート装着ということで、はい、これはやべえっすね。やばいねこれね、うん、ワゴンにバケットシートってどういう、うん、チョイスをしているかってことね。本当っすよね、うん、国産車じゃ絶対ありえないじゃないですか、うん、これがやっぱりなんかもう M、はい、まあまあオプションでねあるからね、もうなんか新車で頼まれた方のチョイスがねすごいいいですよね。これ最高っすね。そうね、これも実は安くないオプションなんですね。実はもう何ももう見た感じ、もう見た感じ、はい、でこれがまたオレンジと合ってる、合ってますね、はい、ということで背中にも穴が開いてて、このベルトホールもついてるタイプ、うん、そして、まあ、先代からそうですけど首元には M3 の光るバッジもついてると、うん、これね座り心地硬そうなんですけど意外に座ってみるといい感じですね。ピッとしますよね。なりますね。またオレンジ色本当いいですねこれ、うん、で真ん中はパンチングになってったりとかして、でこちらこ、シートヒーターもついてる、うん、ついてる、うん、ベンチレーションはついてないということで、はい、ベンチレーションオプションですよね確か、うん、でこのシートでベンチレーションバケットだとつけられない標準シートだったらいけるという、うん、そういうことでしょう。そして調整の方はスタンダードのタイプ、そしてこれチラチラ見えてますけど、なんとこれシェルがカーボンなんですよね、はい、これちょっと後ろとかで詳しくご紹介させていただきたいと思います。そしてダッシュボードに行きまして、恥ずかしながら僕がですね、フェイスリフトしてるって知らなかったです。あ、そうなんだ。知らなかったです、はい、これ調べたら2022年秋、はいはい、まあ、割と最近ですけど、はい、にフェイスリフトしてるんですね。してあります、はい、で外観もちょっと変わってて、もう一つ大きなところとしてはメーターがなんと一体型、うん、一体型です、はい、これちょっとどうなんですか。
これね、なんかすごいよ。すごいですね。まあ、でも、ね、みんなこういう車の流れじゃないですか、メーカー。確かに確かに、はい、みんなこうですよね、最近、はい、メーターフードがなくなって。ただ、前回 M4 だか M3 撮らせていただいたときに、うん、やっぱり BM はこのメーターフードが残ってるんだよなって言った記憶があるんですよね。うん、言った直後になくなるということで。そうね、でこちらが 12.3 インチと 14.9 インチの、モニターが2つ組み合わさったカーブドディスプレイ。うん、まあ、デザインだったりとかはもちろん変わってますよ、ね。基本的にユーザーインターフェースに関しては、今までの BMW の流れを組むデザインになっているということで、これちょっと後で見てみたいと思います。そしてトリム類もいろいろ選べて、ピアノブラックかカーボンかアルミかっていうことなんですけど、今回はオプションのカーボンパッケージ入っているということで、はい、センターのコンソールだったり細かいところがカーボンになっていると、はい、これだいぶ中普通じゃないですね。だからもう中だけ見たらワゴンに見えないですね。中だけ見たらね、うん、これ車なんでしょうかって言ったらワゴンっていうやつ多分まずいないですね。まずね、うん、おそらくクーペか、はい、その辺がメインになってくるんじゃないかなと思いますけど、まさかのこれをワゴンでやってる、はい、この後乗ってみたいと思います。続いて乗ってみたいと思います。今回はもう超距離差ということで、スカーフプレートの青い養生もまだ貼ったままということで、これはじゃあ次乗られる方の楽しみとして撮っておきましょう。ただあんまり長時間貼っておくとこれ乗りくっついちゃうんですよね。そうですね、はい、なのでそろそろ剥がしていただいた方がいいかなと、はい、そして乗り込むとですね、ですね、まずフルバケのこのサイドサポートが高すぎて、うん、乗るの大変なんですけど、これ大変ですね。ですね、ここが高すぎます。でもやっぱりこうなんていうの、コックピットみたいな感じじゃない。そうですね、だからもうここはやっぱり儀式ですよ。もう乗り込むここがめちゃ高い。そしてこれ穴開いてるんですね、うん、穴開いてます。ということで本当にフルバケに座るあれですよね、うん、そうそうそう、あのリクライニングもちろんするんでセミバケのジャンルにはなると思うんですけど、うん、あの座った感じはほぼフルバケです、これも。というわけでこんな感じ。もちろんここガッチガチなんで、うん、降りる時もちょっと大変ですよね。大変？大変じゃないですかこれ。いやいや、ここ足が。それです。それです。はい。それが儀式です。それが儀式です。そして、はい、なんとこの足の真ん中にはこのカーボンの、はいはい、フレームのところが出てるんで、ちょうど足もこう太ももも固定されます。そう。でこう余計なことできない。うん、もうペダルにもう向かって足が伸びるだけということで。で背中のサイドサポートも割と固めです。で調整に関してはこう絞り上げることができるんですよ、ね。そう。というわけでもうそこまでやったらもう全く体動かない、はい、あのニュール走れますこれ、うん、これデザイン見てください。これめちゃめちゃかっこよくないですか。これインテリアにあっても全然いいでしょ。確かにかっこいいですよ。めっちゃかっこいいシートです。そしてステアリングは相変わらず M のこのぶっといステアリング。そうね、はい、BM はどこまで太くなるんでしょうね。どうなんですかね、うん、もう相変わらず太いですよね。そうそう。そして相変わらずこの M カラーのステッチ、うん、ただこの辺なんかはまあ今まで通りなんで使いやすいですし、あと M1、M2 ボタンがやっぱりめちゃくちゃ使いやすいと思うんですよね、うん、こんな感じになってると。そしてメーターはこんな感じで、ちょっとかけちゃっていいですか。はい。あー M の音、うん、水素の音。あー水素の音。はい、失礼しました、はいはい、というわけでメーターはもう全然一新されてますけど、基本的ななんかコンセプトは変わってない気がします、うん、ちゃんとそのコックピットっていうドライバー優先のメーター、こんな感じで真ん中の部分が一応表示がいろいろ変えられて、ナビ表示させたりだとか、まあ、あとはその車のこの辺の情報を出したりとかできる。こちらの車からなんと BMW 初条件付きでハンズオフが使えるという、はい、でちょっと今回の試乗で使えるかどうかわかんないですけど、 ACC のさらに一歩先、もう手放し運転、うん、手放し運転って言わないと、はい、もう半自動運転みたいのが使えるようになっているということです。そしてこちら、こっちのナビ周りも一新されましたね、はい、ただこういうフォーメーションとかはやっぱり、うん、あの今までの流れを組んでるなっていう感じがします。もうこれさっき見たんですけど使い切れないです。使い切れないね。さっきのアプリ一覧を小島さん出してもらっていいですか、うん、なんとこんなにもうタブレットですね。タブレットです。でもちろんカープレイも使えて、うん、アレクサも使えるらしいですよ、うん、アマゾンおなじみの、はいはい、こんな感じで、もうここはもうあの説明してると日が暮れちゃうんで飛ばしましょう。これ触ってると楽しいね、はいはい、そしてエアコンがなんとなくなって、うん、ナビの中に入ってる、はい、ということでエアコンメニュー、ここはあの全然いいんですよ。全然いいんですけど、うん、あのディスプレイが不具合出たらもうおしまいだなっていう自信があるんです。交渉しない自信があるんですよ。ということで、はい、まあ、使い勝手はそんなに今までと変わらないかなと思います。
ただ指紋結構気になるんで、フィルムがあればフィルム貼りたいですね。でシンクロボタンも当然ついてて、シートヒーターなんかもこの辺でできる、うん、はい、こんな感じです。そしてあとは必要最低限の部分はここに、はい、物理キーで出てる、うん、そしてカーボンパッケージなんでカーボンで、ここ開けると、はい、置くだけ充電とドリンクホルダー、あと USB のタイプ A がここについてる。そしてもう一個、フェイスリフトでシフトがなくなったんですよね、はい、そうです。でも M は今まで通りなんですよ。そうです、はい、で僕知らなくて、はい、写真見てびっくりしました。あるんだって。ないやつだって、ここなんか変な穴が開いてて、そうそうそう、こうつまみがついてるだけじゃないですか、うん、この前だから RS3 なんかそうだったよ ね、 そうですね。 RS でもこれないんだけど BM はやっぱつけてる。 BM は M だけついてる、はい、標準のやつはもう ボタンというかレバーというか、うんうん、マジか BM それやっちゃうんだってちょっと思いました、うん、でこの辺のデザインはまあ変わらずですよね、うん、ドライブとあとはこの辺、あとは、まあこの辺も飛ばしましょう。マフラーだったりとか、うん、あとモードの切り替えだったりとか、うん、個別にできますで、個別にできますよね、うん、はい、あとカメラだったらこの辺ついてる。そしてアムレストの中はこんな感じで、はい、USB のタイプ C が1系統、はい、あと小物入れがそんなに深くもなく浅くもなくって感じです、はいはい、そしてグローブボックスの中はまあ普通です、はい、普通何も触れることない、はい、なく ETC も BMW 上ですもんね。上ですね、ここですね。というわけでグローブボックスは普通になってます、はい、そしてペダル類、はい、このゴムとステンレスのカバーのコンビのやつで、これ足が先ほど説明したようにこう動かせないんでどうかなと思ったんですけど、ちょうどいいです。若干全体的にこっち向いてる気がしますけど、でもそんなに違和感ない、はい、そして天井関係はこの黒いファブリック、はい、そして当然ヘッドアップディスプレイもついてます、はい、そしてバイザーはバイザーでね、バイザーね、そういう車じゃないんですけど1400万円出すんでせめてモケットにしてほしかったです、うん、オプション入れたらもっとするもんね。そうね、はい、いやいやオプション入れてそのぐらいだね。オプション入れてそのぐらい、まあ、オプション入れてもうちょっとしますね。もうちょっとですよね、はい、車の定価が1390万ぐらいですよね、はい、確か。というわけでちょっとこれはもうちょっと頑張ってほしかったなって気がします。ここじゃないんです。ここじゃないです、はい、もう、もういいんじゃないの、走り、はい、走りで走りいきますか、はい、で今回の車は、まあ、距離差ってこともありますけど、うん、ドライブレコーダーと、レーダー探知機っていうのはついてないんで、まあ、その辺は、言っていただければ、はい、ご嫁の時に、ご制約の時に取り付けすることも可能でございます。こんな感じの内装です、はい、距離も一応触れたけど、あ、そうか。で距離は、まあ、表示は何キロ出してるんですか。700キロ、700ですね、はい、700キロ出してますけど、今日この撮影時に関しては603キロということで、まあ、ちょっと試乗するんで、はい、数キロは増えると思いますけど、はい、もうめちゃ距離薄、もうだからもう言わなくてもめちゃめちゃコンディションがいいのと、ね、はい、クリーンなのは伝わるんじゃないかなと思います。続いて後ろの席見てみたいと思います。後ろの席は小島店長がもう乗り込んでますけど、いかがですか。なんかコメントしてもらって、あ、すいませんすいませんいや普通です、はい、まあ、基本的には3を踏襲してます。そうですね、はい、3というか普通のツーリングを踏襲してます、うん、やっぱりここのねシートの、あ、そうなんです、ここがやっぱりあの演出はバケットシートついてる、バケットシート、なんとバックレストが全部カーボン、こちょ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 、これでもあれっすね、怖いっすね。何、傷にしたらカーボンなかなか直せないじゃないですか。あ、子供乗せるなんて言った時はまず靴脱いでもらう感じですね。そうだね、ここを、はい、あれじゃないの、プロテクション貼って、あ、その手もありますね、うん、というわけでこんな全部カーボンになってる、これすごいな。そして装備的なものはタイプ C が2系統ついてます。そうですね、2系統でエアコンがついてます、はいはい、3ゾーンですよね。3ゾーンですね、独立にはなってないと、はい、でヒーターはないですね、はい、視界もいいですし、私身長168、そんなに頭も当たらないんで、あ、結構余裕ですね。余裕ありますね。そして後ろもシートベルトがちゃんと M カラーになって、 M カラーになってます。これリクライニングはしないんですよね。リクライニングはないですね。ないですよ、はい、固定ということで、はい、固定で、はい、まあ、でも視界はいいですよ、こっちも広いんで、まあまあ、うん、いいんじゃないですか。そして最近言われることが多いんですけども、はい、リアのこの窓ちゃんと開くのか問題、あ、ここで止まるか止まらないかってこと、はい、あ、いいよ、あ、全部開くんですね。開きますね、はい、実はですね、最近これ止まっちゃう車があるってことでしょ。そうです、はい、ドイツ行かせていただいたって言ったじゃないですか、うんうん、借りた車がレンタカーが、うん、アルテオのシューティングブレイクだったんですよ、うん、アルテオのシューティングブレイクどんくらい開くかしてます、うん、
分かんない、半分しか分からないですよ。こんぐらい、そんぐらいです、そんぐらいです。嘘でしょっていう。意外に BMW は全部開くと。でも実際よくそういう声を聞くってことは、はい、全部開いた方がいいんですか。全部開いた方がやっぱりいいんじゃないですか。車によってはそのドアの形だったりルーフの形で手出したりするの、半分しか開かないとかっていう。半分はちょっとあれだけどね、半分はちょっと大げさですけど、しまいきれない車って結構あるじゃないですか。あるよね。だ意外に窓が全部開けられるっていうのも結構いいね、うん、まあ、そんな感じの方が結構多いですよね、はい、こんぐらいはねありますよね。というわけでこんな感じのリアシートになっております。続いてエンジンルーム見てみたいと思います。エンジンの方が 2992cc 直六ツインターボ、馬力の方が510馬力、トルクの方が650ニュートンということで、とんでもスペックになっております、はい、これ先代の GTS より馬力が出てですよね、うん、そうですね。ありえますそんなのまあまあね、先代の役付き を軽く超えてきちゃってるんですよ、うん、もうなんかもうここまで やってやったぞぐらいな感じだよね多分ね。でしかも先代の役付きの GTS って、うん、なんかウォーターインジェクションとかって、うん、特殊な機構をつけてどうにかこうにか500馬力って言ってたのが、うんうん、それがもう優に510馬力を超えてきてるということで、はい、510馬力出てるということで、そしてここから、0-100がなんと 3.6 秒ということで、はい、3秒台って相当速いです。そうですね、もうスーパーカーですね、はい、もう普通のワゴンじゃないですよ、はい、じゃないです。スポーツカー、スポーツカー、そのままサーキットに行ける車ということ で、はい、でこれに組み合わせるミッションの方が加速オートマン、はい、M ステップトロリック、で当然 MX ドライブですから4駆になってて LSD も入っていると。あとはこれ M4 の GT3 からフィードバックされた、まあ、クーリングとオイル供給システムなんかついてるんで、本当にあのサーキットでそのまま通用する、はい、まあ、オイルの偏りなんかが、はい、に対しても強いようなエンジンになっているということです、はい、これこの後乗ってみたいと思います、はい。続いて透過類見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音聞いてみたいと思います。お願いします。行きましょう。はい、かけます。はい、めっちゃいい音してないですか、はい。まあ、正直だんだん音がちっちゃくなってきてる感を感じます。最初のね、はい、感じからしてもね、だんだん年々レスポンス結構いいんですよ。いい、はい、しかも分かりますか、この車が、うん、はい、アクセル踏むとこの車が左右に揺れる感じ、はい、ちょっとパワーあるの乗ってんなっていう感じが。でシフトは相変わらず慣れないです、これちょっとね、はい、うん、これバックも戻ってこないタイプなんですよ、ね、そうそうそう、こんな感じでございます、はい、じゃあツッチーの特権が、いやめちゃくちゃ楽しみっす、まあ、いや海外レビュー見たっすけどみんな絶賛しましたよ、うん、これはやばいっつって。ダメだよ海外みたいに走ったらえそこを本領発揮できるのその速度域じゃないから、ダメですダメです。ですか、おかしいな、これは、はい、ダメですよ、あの社員におりませんからね。そうですまあ、そのほとんど流通してないですからね、はいはい、そしてサポート系は最新世代なんで、うん、もう至れり尽くせりです、はい、多分今日時点で媒体1台も出てないですよ。ですよね、出てないです、はい、びっくりですもん。だから噂では1号車ではないかなっていう、日本のね、うん、はい、ただまあ少なくとも一番最初のロットであることは間違いないですよね、うん、一番最初の船に乗ってきたであろう、うん、はい、こう最初に乗る前に言っちゃあれかもしれないけど、ぶっちゃけさ、はい、M3 って値段ある程度落ち着いてきてるじゃないですか、はいはいはい、でツーリングでこの値段って、
付ける買い取りする方としては結構ビビってるね。え、どういうことですか。結構高く買いましたよ、もちろん、ね、はい、確かに。でもまだ分かんないですもんね。分かんない、未知数ですもんね。オフしましょう、はい、これ精神衛生16なんでオフです、うん、すげえなこれ。そもそもだってドアの閉まりとかもめっちゃいいんですよ、うん、なんか全然普通のワゴンセダンよりいい気がします。 G の、うん、G 型のシートいいよね。シートいいっすよ。なんか硬くいいけども、硬くはない。まあ硬くはないですよ、うん、全然背中痛い感じもしないですけど、うんうん、ちょっとあのガチガチすぎて乗り降りが大変です、うん、ああ乗り降りはね、はい、でしかもこれ電動じゃないですか、うん、手動みたいにサッて一番後ろまで引いてできないんで、そこが大変かなって。だと車めちゃくちゃ補強してあるんですよね、うん、前もそうだし、うん、後ろも相当補強されてるらしいですよ。今 何で走ってる普通で走ってる、はい、ちょっと待ってください。もう今フィッティングコンフォート、はい、今全部普通です。コンフォートです、はい、え、車めっちゃ硬い。え、これはワゴンじゃないっすね、うん、これすごいぞ。ですね、普通に M3 です、うん、なんかワゴンのあのボディにボディの緩さ全然ないですね、うん、でそれ考えるとすごいよね。こんな空間があるわけなのにさ、に M3 と同じ居住性というかボディの硬さというか。そして今ですね、うん、そういえば全部コンフォートなんだってメーター見てびっくりしましたね、うん、ここからさらに硬くなるんですか、ね、ダメ、今日そんなに走らないからもう全部やっちゃってよ。はい、わかりました。じゃ早急に M1 ボタンとりあえず押してください。ステアリングをじゃあスポーツにして、ブレーキもスポーツにして。ブレーキもスポーツなんてあるの？四駆もじゃあスポーツにしておきましょう。うん、はい、これはできる。あ、これ DSC をオフにしないと。オフでダメ。じゃあシャーシとエンジンスポーツプラスにしておきます、ね、はい。そうするとちょっとアイドラップしてんのかな？ちょっと排気音大きくなって。うん、はい、あ、これはですね、やべえやつだ。これやべえやつだ。もう露骨に、うん、もうすべてが唐突になって。うん、足もどうだろう、ちょっと待ってくださいね。ああもう全然違う、足でも全然違いますね、うん、全然違う。助手席乗ってるのも分かるわ。でもそんなガチガチじゃないです、ちゃんと足動いてますね、うん、これ、うん、え、これはやばいぞ。あれ、これ走りてー。 M3 とか M4 とか乗ったことないの？あります、あります、あるよね、あります、あります。その時もこの完成なのかな。いや、それよりなんかより洗練されてる気がしますよ。世代が新しいからかな、うん、はあ、だって仙台じゃないや、現行の M4 も乗らしてもらいました。東京店で撮ってたよね。撮ってました、その後名古屋でも撮って、それも乗らしてもらったんで、うんうん、はい、それよりなんかさらに洗練されてる気がするな、車は、うん、同じ車だけど違うのかね。あとワゴン用に足はセッティングされ直してると思いますし、リアの補強がなんか追加されてるらしいんですよね、うん、ワゴンは。これすげえな。これ音はどっち？スポーツカーっすね。作ってる？この音。作ってますね。作ってるね。これやばい。これちょっと久々だねこれね。これはちょっとあの形だけです。これちょっとあの今あのなんだろう、アルファロメオ思い出した。あ、そうですね、そうですね、うん、あのぐらいちょっととんがってる、とんがってるね、はい、これ。あ、これすごいわ。これでもアクセル 30% ぐらいしか持ってないし、マジで、はい、本当に。今だって前回踏んだらドラコン効いて、うん、勝手にもう回転が下がっちゃったっすもん、うん、あ、そうなんだ、はい、だから今ゆっくりじわっと 30% ぐらい踏んだっすけど、うん、はい、いやいやいや、これはですね、まあワゴンツーリングって言ってるのは名前だけです、うん、これ中身はですね、うん、本当にあの相当イカれたスポーツカーです。スポーツカーだね、はい、いやでもそれがさ、この価格だったらさ、これすげえな。お買い得だよね。お買い得ってお買い得っていうから頼んだけど、まあ、そうですね、内容考えたらすごい、はい、コスパいいよね、はい、コスパいいですね、うん、これすごい。ブレーキめっちゃ効くし、ステアリングめっちゃクイックっすよ、うん、これはすごい。ちょっとスッチ運転がちょっと
ニュルブルクリンクがちょっとドイツかぶれしちゃってんじゃないのね。いや大丈夫です、法定速度で。法定速度でね、はい、いやでもステアリングなんかその、うん、なんだろうな、マクラーレンとかみたいな、うん、なんかそういうすっごいキビキビしたんじゃなくて、うんうんうん、すごいこう分かりやすい、うん、だんだんフロントがこう沈んでタイヤグググってなってるのが分かるっすね、うんうん、これちょっともうスポーツ、ちょっともっと走りたいな、これダメダメダメ、スポーツ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 にしたら変わる。これシャーシとエンジンがスポーツですよ、ね、うん、いやいやスポーツでも結構だよこれ。すげえな、これマジですごいです、ね、歴代一番ちょっと頭おかしいわこれ。これちょっとでも、ね、RS4 とか、うん、C63 は全然いいじゃないですか、ね、全然違う全然違う、うん、なんかね、でもなんか V8 っぽくない、なんか 6? そうですね、音は結構作ってますね、6は作ってる感じだよ ね、 ね、うん、けどこのセッティングがもう本当にワゴン作る気ないなこのメーカーっていう、うん、スポーツカー作ってんなっていう、うん、いやだから今振り返ると C63 ワゴンとか RS4 ってだいぶおとなしいから、うんうん、常識持ってましたね。持ってたね、はい、これ楽しい。あ、これでも乗ってみないと分かんないな、やっぱりこれ今でも本当に法定速度0キロから法定速度でこの走りですから、うん、これだからサーキット持ち込んだらやばいと思いますよ、うん、ちょっとした本当にスポーツカーぐらいだったら本当に追っかけ回せますよ全然、うん、下手したらスーパーカーもついていけるんですよこれ、うん、これでもさ、やっぱりさ普通の格好して速い車好きな人にはドンピシャだよね。そうですね、うん、M3 もそんな感じあるじゃないですか、うんうん、ドア4枚でぐるっと走りができるって、うんうん、でもこのワゴンなおさらじゃないですか、なおさらだよね、うん、これやばいな。ちょっと後ろは普通じゃない感出てますけどね、うんうん、すごいワイドになってマフラーのでかいのが4本出しで出てるんで、うんうん、もう絶対普通じゃないなっていう感じしますけど、で横から見たらそんなめちゃくちゃ速そうな感じしないじゃないですか、うんうん、これがでも本当だからリミッターも250キロ、うん、ドライバーズパッケージ入れて280キロ、うん、けどもう そういう問題じゃないですよね、うん、最高速どうこうの問題じゃなくて、うんうん、めちゃくちゃ速いし楽しいです。楽しいね、楽しいんですよね、うん、だから他の速い車と違って、うん、あ、それはね、それ絶対そう、そうですよね、それは絶対感じた、うん、だ速い車って5万とあるけど、うんうん、楽しさないんですよね、うんうんうん、そうなんですよ、だからちょっと笑っちゃう感じだよね、だからね、で、言って全然怖くないんですよ、やっぱり四駆だし、うんうん、頭いいし、うん、なんだろうね、これすげえな、これ乗ったら欲しいっていう人結構いると思いますよ、うんうん、本当にサーキットとか峠で試乗会した方がいいと思うんです、これ。ですね、今日もう本当にあと5周ぐらいしたいんですけど、うん、ダメです、はい、距離薄すぎるんでやめときます、はいはい、これすげえなあ。れもしよかったね、次これご購入したい方でチャンネル見てる方がいたら一緒に、あ、そうです ねちょっと横でいいんで乗せてください、はい。いや、これすごかったっすね。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。これやばくない本当に。これやばいよね。久しぶりにちょっとこんな、うん、はい、笑ったよね、みんな。興奮しましたね。うん、いや、なんかもう、いい音してんなとか、いや、これ楽しいなとかって結構ありますよ。ありますけど。だってさ、はい、乗り心地がさ、はい、いいっていうフレーズ乗っちゃってんじゃん。そんなんじゃないよね。全然。これもうだって本当にワゴン作る気がない、ただたまたまワゴンの形になりましたっていう、いや最高です、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。じゃあ最後になりますけども、はい、欲しいですそうきました、欲しい、そうきましたか、そうきましたか。あの M3 って僕個人的には結構ハマる車だった、はい、ドア4枚ついてるし、はい、家族で乗れるし、はい、走りも楽しめるし、はい、そこにこうさらにこうなんか、ね、荷物が積めるワゴンスタイルとも最強じゃないですか、うんうん、でやっぱりちょっとこう他のドイツ御三家の、はい、もうちょっとそういうスパルタンなワゴンとキャラクター全然やっぱり違いますね、それぞれ。そうね、うん、特に比較される RS4 とこんなに違うのかってびっくりしました、うん、あ、違いますね、うん、なので特にその走りが好きな方とか、そうね、だからどっちかというとメーカーによっては一番後から出た車だからね。そうですね、うん、だからやっぱりいろいろ研究されてますよね、研究されてるよね、うん、なんでまあ非常に今珍しい車でもあると思うんですけど、はい、車の良さも多分ズバ抜けれてると思いますので、うん、ぜひ気になる方は、うん、そしてこういった貴重な車の買い取りは、はい、
ぜひ小島店長にお任せいただけます。そうですね、はい、動画にしつつプレッシャーだね、そうだね、はい、でもぜひもし許されるんであれば、はい、動画にしつつ、はいはい、買い取りなんていうのできますのでぜひお問い合わせください、はい、というわけで今回は BMW M3 コンペティション MX ドライブツーリングをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。